ニューヨーク州立大学、ジェネセオ校は、ニューヨーク州ジェネセオに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1871年に設置された。全13校からなる4年制ニューヨーク州立大学群の一校であるが、リベラルアーツカレッジとしての質の高い教育が特徴。学士と修士課程のみで、博士課程はない。1948年に、 前身のワッツワース市販訓練学校を母体として創立される。文学や計算機科学を含む54の学士号を授与している。他のサニー系列の大学と比べ認知度はそれほど高くはないが、アメリカ国内の各しでランキングに入るなど、パブリック、アイビーとしての教育レベルの高さを保っている。真面目で堅実な校風。 ハーバード大学やイエール大学など IB リーグ系の大学院に進学する卒業生も毎年存在する。上記は2セメスター。州の予算で運営されている州立大学であるため、州民税を払っていない州外出身者に対する学費は州民のそれより3倍近く高く設定されている。大学両外にはアパートが点在している。通学は徒歩が多い。 ジェネセオ近郊やロチェスターに向かうバスも学生は無料で利用することができる。ありがとうございます。